まあ最後の予選最後の試合でもあったの で昨日ちょっと負けて落ち込んだりもしたんですけど、まあ、しっかり最後なので落ち込みを引きずらずにしっかりとやろうかなとは思ってました。まあ、昨日最後あまり流れ良くなく終わってしまったので、まあ、切り替えてですね、まあ、最後しっかり勝って終わりにしようと思って臨みました。そうですね。まあ、大会通してドローウェイトであったり、まあ、テイクも、だいぶ安定はしてきてて、昨年より、やっぱり力がついた状態でここに臨めたので、まあ、上のチームともまあ、いい試合できましたし、まあ、去年も一昨年も4勝2敗という形で、今年も4勝2敗で、まあ、5勝の壁を越えられなかったのは非常に残念なんですけども、まあ、また来年頑張りたいと思います。はい、応援ありがとうございました。また来年出るように頑張るのでまた、はい、応援してください。健康には気をつけて日々過ごしましょう。はい。ありがとうございました。またカーリング場でお会いしましょう。いいですね。した。もうお互い点を取り合って、もう緊張感のある試合で、とてもなんか精神的に疲れましたが、ラストはなんとか決めることができてよかったです。はい、最後の試合でやっとウェイトがつかめてきだしてでドローも少しずつ決まってきたんですけど、まあ、エキストラエンドでちょっとミスをしてしまって、それを妻がしっかり挽回してくれて勝つことができました。良かったです。いつも我々は一人一人では技術的にどうしても劣る部分が大きいので、もう2人で 1+1 を2じゃなくて3か4にしていけるようなチームになりたいと思います。そうです。年々こう厳しくなってくる感じで、また、シートの感じもどんどんその曲がっていくアイスになってきてるので、私たち専用リンクのない地域で練習しているので、なかなかそれに対応するのが大変なんですけど、なんとかこうついていけるようにすごい頑張ってやってみました。まあ、残念ながらちょっと予選突破っていうことにはならなかったんですけど、まあ、なんとかその西日本の代表としていい試合ができたんじゃないかと思います。まあ、また機会があれば来年再来年とまたさらに上を目指して頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。これ映ってんですか？あ、行きます。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。初勝利でございます。やっとです。はい、やっとです。いや、ちょっとね、長くかかってしまいました。いつもね、スロースターターなんですけど、今回は本当なんかお互いのいいこう歯車がなかなか噛み合わなくって、それで僕はちょっとウエイトが出すぎるで、カウントがコールがいまいち、もやっとしてるコールをするということでなかなかちょっとね、噛み合わなくって、いいとこなしできたんですけど、まあまあそれでも今回、ね、今までのちょっとチーム島根の戦い方でない戦い方を今回ちょっと多く取り入れたんで、で、まあ勝ち星にはつながらなかったですけど、それでも、まあ、すごくこういうね大きい舞台でいい、まあ、勉強というか本当経験ができたかなというふうに2人で話してます。はい、やっぱりここで、まあ、トップのチームはもちろん各地区予選から勝ち上がってきたチームたちと戦うのってもう、まあ、私たちからしたらもう一勝するのがもうどれだけ難しいかっていうのを毎回感じながらやってきたんですけど、今回もそれを感じながら、はい、ただ、まあ、怪我なくプレーやりきれて、まあ、最後にこうやってお話をすることができる機会をいただけたのでとても嬉しいです。はい、今回無観客試合になってしまったんですけど、まあ、いろんな方面から応援いただいて、まあ、それが
私たちも含めて皆さん の力になったと思います。でこれからまだ試合続くんですけど、私たちは、帰っちゃうんですけれども、皆さん楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。